こんばんは。こんばんは。<laughs> すいません、お待たせしました。よいしょ。ちょっとだけ配信します。 こんばんはうん声ありがとうございましたイェーイありがとうこんばんはこんばんはありがとうございますああ でも大丈夫ありがとうございまーすはーなんかすごい一旦一旦あの何ですかえー、っと一旦一旦ほっとしてる <laughs> 公演が無事に終わって。 はい、元気になるなってああよかったわ終わったんですあそう「一段落」ってやつだそうだそうだそれですこんばんははいそうなのゴールデンウィーク全部一日一日なんか別のポジションを させていただいたただのでひとまずねこの4公演が終えられたということではいあもう毎日自主練に行った成果が出たような <laughs> 多分すごいでも私自身も楽しかったですしファンの皆さんにもよかったよってツイッターとか。 なんか返信とかあとお見送りとかで言っていただけてね嬉しかったです、はい、<laughs> いやもう私もこんなにもうでも楽しかったですこう練習したり研究したりするのがだからうんなんか全然またこういうふうにしたいなって思いますだるまありがとうございます <laughs> 買い方ありがとうございます体育時間なかった <laughs> リフトしてたかな <laughs> リフトありがとうございますわあすごいねもうあっという間の充実したゴールデンウィークでした期待はるかに上回ったおありがとうございます嬉しいですが NGT のファンの皆さんってパフォーマンスとか大事なのかな 何がさ決め手でお押してくださるんだろう <laughs> ってすごいさ考えてる一うとありがとうございます面白さですねー <laughs> そんなでいつからコントコントグループになったの MC で拍手した嬉しい ももちゃんがべた褒めえ本当に本当にあおちゃん褒めてくれてるのパフォーマンス性格 <laughs> 元気さ <laughs> まあでもそうだね人それぞれですかね世界に受けて <laughs> あよく寝るもうよく寝てますよいしょ <laughs> 面白い、ね、ありがとう嬉しいほっとしてるほっと一息って感じです <laughs> なんかでもこうやっていろんな場所とかこうセンターのある楽曲とかを公演で任せて。 任せさせてたまに任せさせていただけることはもうみんながこう劇場公演とかね応援に駆けつけてくれたりだからだと思うので本当に応援してくださる皆さんにはもう頭が上がりませんありがとうございますまあ <laughs> 飛んでたそんなに私飛んでました ありがとう、お疲れ様。ありがとう、お疲れ様で。なんか、どんな席でもさ、はい、あの、見えて、見てましたよ。あ、上手に、下手にとかね。うん。改良のスケッチブックか <laughs> ああー。ありがとう。あ、う、あ、ん、ありがとう。 あとはですねあ今日の夜公演に発表されたんですけれどもなんとね私たち花火大会の公式スポンサーではなくてサポーターにはーいなりましたイエーイ任せていただきました海の花火大会ですね <laughs> あ最後の列の方も見てますとも えそう Twitter にも書いたんですけれども私の名前に「海」って入っているので両親が初めて見る花火はやっぱり海をね使った花火大会をされてる <laughs> 柏崎がいいんじゃないかなっていう風にえー らしくて私はまだバブーバブーだったので10 11ヶ月だからバブーバブーだったのでそのいきさつは分かんなかったんですけれどもなんか教えそう言ってくれて私が人生で初めてバブバブしながら見た花火はねその柏崎の花火だったんですけれども NGT に加入してからも見に行ったことがあってすごい個人的にも思い入れがあるもう大好きな花火大会なので <laughs>。 そうバブ帰りなので本当になんかこのようにしてあの応援公式サポーターとして携わらせていただけるのがすっごい嬉しくてなんかこうグループでメンバーとそしてファンの皆さんと一緒にね花火大会も柏崎も盛り上げていけたらいいなって思いますあの今月末にフェスもあるじゃないですか柏崎でね なので、まあそれに出るかはまだ決まってはいないんですけれどもね新潟を一緒に盛り上げていけたらいいなって思います楽しみーなんか花火のコラボってあったじゃないですかねなんか私たちの顔とか <laughs> 顔とかになんかあったら面白そう。<laughs> <laughs> 楽しみうんちょうど柏崎できたえー、すごい関西に定期にだった <laughs> 顔の花火は難しいのかなスターマイン今年も BS で生中継するのかな あなんかでもねみんなに見ていただけるの欲しいですよね <laughs> 楽しみにしているなんか私の家族も本当に花火好きで私も好きなんですけど私の家族大大好き好きでもう本当にいっぱい花火大会ね行ってた長岡もそうだし片貝とかもそうだし うんすごい好きなの私も好き子供の時も好きだったけども今となってよりなんか花火の美しさ <laughs> と言いますかえー、かさと言いますかそういうのをね理解した上で見ております新潟はね花火有名ですからね すごいよね、でもなんかコラボさせていただくって。だって花火ってさなんか空を独り占めしてるものなんかすごいとにかく生き <laughs> がいありがとうなんか空っていうさなんか未知の領域。<laughs> ね、私たちは陸で暮らしてるからさ空のことを何かしようってなってもそう簡単に空のお仕事ってでできなないいじゃないですか今回私初めて7年目にして初めてコラボという形でね空のお仕事をさせていただくっていう嬉しいねえもうこれは本当にこれに関係してくださるねえ フローラーのスタッフさん、柏崎のスタッフさんスタッフさん柏崎のスタッフさんそしてね、みんなのね、今こうやってコメントとかしてくださるファンのみんなのね、応援があるからこそこうやってね、大事な大きなね、お仕事に企画をさせていただきます本当にみんなありがとね行ってみたくなった そうやっぱり地元に新潟のお仕事ができるのすごい嬉しいそう今まで陸のお仕事がメインどうしてもねやっぱり地に足つけて活動してて、まあ、今日もずっと陸だったのでほ本当にこんなに空のお仕事をするの本格的なお空の仕事は私はね初めてかも。 柏崎一大目あそうなんです柏崎駅にもそう私が乗せたみたいになんかもう大きい垂れ幕みたいな垂れ幕なんだろう大きい布布なんだろう,もう大きいなんかあのラブラのあの別みたいなのあるじゃないですかあの別の写真集合あれみたいな感じでね飾られてて飲食店とかにも張り紙とかしてあったりして。 すごい有名です、ね、浴衣着たい <laughs> 花火と言ったら浴衣楽しみ皆さんなので7月26日開けておいてくださいねあ合ってるか26日かな行けたら行くぜひたまお楽しみに あってた <laughs> うんねやばい花火大会でパフォーマンス <laughs> 花火の音に合わせてねうんねえ あ、そうなの平日なんだちょうど夏休みくらいなのかなそう <laughs> 夏が楽しみになってきました今日ね私夢でねなんかあ、これ全然話変わっちゃうんですけどなんか今 AKB さんが64枚目シングルの選抜発表をね4名ずつ ななんか SNS ででされてるじゃないですか私それの見すぎなのか何なのかわかんないんですけど夢でなんか選抜発表をされたっていう内容のを見てなんかしかもその選抜から漏れてしまってそれがなんかすごい夢, <laughs> 夢なんですけど悔しくてでなんかな,なんでなんですか 聞きたいけどいや聞けないみたいなそんな自分を夢をで見てしまって <laughs> で今日今日見ちゃってで今日はもう本当に大事な日その発表もあるしあのー、ポジションも久しぶりのところだからいやもう大事なのにそんな夢見たから本当 本当になんかもうねあの落ち勝手に落ち込んでて <laughs> 勝手に朝のテンションはちょっと低めだったんですけれどもなんか起きてほっとしたっていうか「なんだこの夢!」みたいな。でもなんか夢って人に話すと現実じゃなくなる。 言うらしいんですよ逆に自分の中で止めておくとあのまさ夢になってしまいやすいっていうからあだからい小屋みんなに言おうと思ってファンのみんなに言おうと思って一日過ごしてた本当に多分その AKB さんのことにであの <laughs> 深く考えすぎたのかもしれません うん、今もう選抜発表とかえなんかあんまり発表という形ではあんまり最近そのあの別も渡り鳥もなんか全員選抜だったのでありがたいことにあんまりその選抜とかはそうそう夢で久しぶりになんかそういうの聞いた気がしてうん ステージにマイクスタンドで呼ばれたらねもうそれは選抜発表ですねでも本当夢で夢でよかったけどなんか残念がってたな自分って思ってましたねそう最近はメンバーが先ああ確かに うん、ね、でもちょっと応援してくれるみんながいるからよいしょうんそう後輩もすごい頑張ってるからが頑張ってるから頑張んなきゃあ取れたかあーすごい血血液がすごいめぐるめぐってる めぐったそう、えっと、ずっと <laughs>、なんか、お昼、ハーフアップ、夜、ツインテールじゃないや、ポニーテール、高めのポニーテールしてて、もうさ、ずっとガチガチに固めてたから、もう、解放っていう感じです、なんか、これ見ると、あ自分、やりきったんだなって、すごい、なんか、実感する。なんか、あれみたい、なんだろう、えー、っと、トイプードル。 トイプーみたいワンコ感ポニテかわいかったそう最近ポニテにはまってるの高めの髪の毛にはまってましたでもまあちょっとポジションにもよるんですけどうんうんうん そうだよ番号の部活バッハあそうなんだよねあの後半の五月後半のスケジュールが出ましたまたメールしますポニテを振ります勢いがすごかったあ、DMM 見るの楽しみ でも明日も自主練に行くので今日はそろそろ寝ようかなーと思います本当にみんなのおかげで楽しいゴールデンウィークでしたよしではランキングお読みし,しますはいえーっと ロヒーさん、カズオくんさん、ミヤパンさんアッキーさん、ニシタムさん、スグさん、ヒロナさん白いアルパカさん、タカシさん、ティダカンカンさんコンちゃんさん、いけないタヤさんそして1位がシーツさんですありがとうございますあ、そう皆さんツイートもツイートもたくさん感想とかありがとうございますまあわかんないんですけどまあそういうのは あるとと私はとっても嬉しいですねまあ、こういうコメントとかでもだしすごい嬉しい気持ちに「頑張ろうまた!」ってなるしまあそういうのわかんないけどなんか誰か見たら「うお!」ってあなんか最近公園行ってないけどあこうやってカエルちゃん頑張ってるんだなって思ってもらえるかもしれないしすごい。 発信嬉しいですありがとうございますそれではまた明日バイバイおやすみなさーい